のコーナー、爪入れ来てくれる方がね、もう、はいはいはい、かなり年配の方でも、なんかそういうの求められたらもう全部応じてましたし、時効だから言っていいも、はい、かなり犯罪でホストはしてました。はい、どうもー、はい、おはようございます。始まりました、どっこい翔平チャンネル、どっこいさんだぞー。いや、なんかね、先ほどあのね、もうずっとあの2回ほど NG になってるんですが、なっちゃう、あれやっぱ使えないかな、名前ね、使えない、あれ P 入るじゃないですか。踏み込んだこといっぱいやりたいんですよ。まあ本当はね、 YouTube ってさ、はい、ほぼやらせで、あのもうぼったくりはほぼやらせ、もう全部やらせじゃん、煽り運転系もやらせ、もう全部やらせないからやってますじゃないですか。そうですね、ラファさんになりたい、ラファさんになりたい、なりたい、あの100万円でホテル行ってきませんかってやつあったじゃん、2年前の。懐かしいな。普通2、3万再生いくやつめちゃめちゃ懐かしい。やりたい、あれ。今日は何をやりますか、一体。今日はファンの方からいただいた質問コーナー。おもろない。いつもらったの、俺別にブスルかけてないじゃん。なんか DM で結構届いてたんで、おいおお前、確かに俺らのアカウントはみんなで共有してますけども、はい、皆さんこれね、あの、まあ、僕のアカウントはあの概要欄に載ってるんです全部。ナオトなんかだ、見てほしくない。見てほしくない。フォローしてるの全員女。私大体、大体ね、でも大丈夫です。いや、ホストも知ってますよ、ホストって。男も知ってますよ。俺基本的には絶対女の子はフォローしないようにしてるんですよ、全く。まあ普通そうですよ、絶対そうなんです。分かんない、分かんないですけどね。お客さんって疑いだとか、まあどっこいさんもそうです。彼女で疑いでする可能性がある、ある絶対に。スタッフ用なんでも、はい。あ、質問でしたっけ。質問です。はい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 。どっこいさん、指名で行きたいんですが、ホストに行ったことありません、いくら持っていけばいいですか。可愛い女の子の質問。女の子です。かわいい。かわいい。ホスト見たことないけど、俺締めで行きたい子が、はい、そうですね、なくて、かわいい。かわいい。それすぐ返してあげなきゃ。前からいつ行くかと、僕は10万で、まあ楽しく飲めるんじゃないかなと思ってますね。はい。なるほどなるほど。そうなんですよ。まあ、普通に飲んだら、はい、まあ、席料込み込みで、まあ、5万とかは普通にまあ、飲めるじゃん。どこいさんっていう、まあ、1個上のランクのほぼ指名するなら、まあ、10万からが指名料金かなと思ってますね。なるほどなるほど。まあ、でもそれもあるんですよ、理由が。安い単価の子、ボン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 取ったら、もう、キリがないじゃん。まあ確かに。っていうので、あのお金使ってること差別化が図れないっていうので、はいはいはい、あの単価は基本的にもう10万円からっていうのはあのもうずっとやっておりますね。かなり前の方から。なるほど。高いって思わせるぐらいの接客だったりパフォーマンスは全部しますんで、おー、あのナオトが、あ、僕ですか。なおとかしますんで、もう10万円分の、もうあの任せてください。絶対の自信を持って入ってほしいですね、はい、もう絶対どこじゃなったら楽しいって一応言ってほしいですね。もう確かに。初体験はいつですか。もうチャラい、もうチャラい。本当に来た。来ましたよ。もう来た、もう来ました、来ました。17歳ですね。17歳。あ、17歳。何やろ、俺その時からホストだったの。俺高校2年生でホストだったんで。はい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 。コメント欄で来てました、16歳は犯罪ですねみたいな。時効だから言っていいも、はい、かなり犯罪でホストはしてました。17で、ちょっと17かしら、公演からホストは。おすごいな。その時にキャッチした子が初めてエッチした子でしたね。あ、キャッチがね、はい、その子が俺の8位みたいな感じで、はいはい、そのままもう、はい、もうすごいな。ちなみに俺ってあの入店初日にラストなんかそういうレベルだったの。すごいな。飲み直しとかで、まあこういう、まあなんていうの、本当に単価はかなり安いんだけど、すごいですね。入店初日にラストオン、まあ営業キャッチ、営業前キャッチ行くっていうので、はいはいはい、はい、あのかなりそういうのやって、なんか、ね、努力しても売れたパターンなんですよ、もう僕は。どこさんはどちらかといえばもうかなり意外と覚えてない、リアルにもう覚えてない。男は多分あんま覚えてないよ、初体験がどうとか。まあまあまあ確かに。女の子ぐらい。だって別に、え、ナオト何歳？18ですか、ね、あ、もう変わんないじゃん。すごい失礼だけど、誰でもよかったことない、別に。まあそれはあれです。なんかもうね、それはそうです。はい、誰でもよかったよね、もう、はい。とりあえずしたかった。そう、したかったっていう。ただ、はい。悪くするよ。女の子を見るだけでもそう見るしか見てない年ですよ。まあ確かに確かに。でそうじゃん、もうそれはあります、ね、誰でもよかったじゃん。その俺17歳の頃、はい、あの指名入れ来てくれる方がね、もう、はいはいはい、かなり年配の方でも、なんかそういうの求められたらもう全部応じてましたし、おそういう時期はありました。すごいな、それは。それあっても今なんで。なるほどなるほど。下積み時代が。でも逆に今やったら女の子がっかりするじゃん。がっかりします。こんなもんなんてお客のお金使わないじゃん。まあどっこいさん指名する子はもう俺の性格を楽しみたいっていう子ばっかなんで、はいはいはい、まあ、ありがたいことにあれですけど、はいはいはい、だからもうやることなくても TikTok と YouTube しかやってないので、ぜひ、ね、なるほどなるほど。 TikTok の方、はい、有名の方に、はい、見てください、もうそれは、はいはい、嫌いな従業員はいますか。いや、おいおい、はい、おい、はい、なーぴー、おい、はい、何ちゃ質問してるの、はい、嫌われることはあるかもしれませんよ。嫌だもん、逆に俺自分みたいなやつがいたら。だトップではないけどね、基本的にみんな大人で、はい、ちゃんと学校しててみたいな。そうですね。なのに俺だけ裸にジャケット、
タンクトップでうろついてる、まあ、赤いスーツ着てる、リズムつけてるあったら、まあやばい。だったら嫌だもん。まあ、やばいですよ。やっぱ嫌われることは、俺分かんない。俺鈍感だから分かんないけど、あるかもしれないけど、嫌われた人は一人もいない。同じレベルだからやっぱ好き嫌いがあるわけじゃん。はいはいはい。一個レベルに行ったらなんか、ちょっとこの子が好まないけど可愛く見えたりとか。ああ、もう可愛いがや。嫌いは全くない。おお。名言最後に言っていい？名言聞きください。名言ください。例えばね、はい、まあ、従業員はもちろん家族ですけど、はいはいはい、僕指名じゃない人を指名したお客様は僕らヘルプって言うんですけど、はいはいはい、これ、ヘルプすらもう全員自分の家族より大事に思ってます。はい、どうですか？かっこいい。かっこいい。はい、じゃあ次行きましょう、はい。最近あった嫌なことは何ですか？唯一この YouTube ぐらいかな、伸びてないっていう。7割チャンネル登録してないらしいもん。7割そう、見えてるのこれ、皆さん見てますよこれぐらいかな。すごい、はい、皆さん登録してください。じゃあ次行きます。今後の目標は何ですか？あー、誰ですか？もうここのオーナーが聞きました。歌番組の仕事をもっとしたい。歌番組見たいんですよ。もうなるほど。歌の仕事させてもらったら次歌番組に出たいのと、はいはい、なんだ、逆に何ですか？何ですか？もうマネージャーのナオピーの目標は、いやー、まあ年収上げることじゃないですか。収入を、まあまあリアルに、まあそれに近づいてはいますよね。もうそうですね、整形してる、まあ、整形したいですよもう一回。ああ、そうですね。まだ30までにはもうなんか整えておきたいです、ね。でもそれマジやった方がいいやし、言われたもん先生に。あ、本当ですか？傷の量が全然違うし。ああ、本当ですか？再生能力っていうか。ああ、はいはい、言われた。そこはジムはもう今年でも1年半ぐらいだから、ずっとこうパーソナルつけて、はいはい、まあね、密着見てもらえば分かるんですけど、やっと見つけたい体の人がいて、俺これにしてくれって言ったのがあるんですよ。俺やっと見つけたい体、まあ、この人になりたい。この座ってる人、これ外人だ。そう、外人の俳優かなんかなの。すごいな。この人にずっとなりたくて、最近は俺言ってる。だから4年かかるって言われた。4年かかる、4年見てくれって言われた。最近の目標はそれですかね。めちゃめちゃ強くなりたいっていう。俺実は喧嘩無敗なんですよ。喧嘩したことないからなんですけど。まだやりました。今日はね、はい、こんな感じ終わりますか、はい。最近ね、ドクムさんはね、もう TikTok の方にも力入れてまして、 TikTok、インスタ、Twitter の方ね、よかったらフォローお願いします。チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。どっこいさんだぞ。地球が俺のホストクラブ、ブラジルからの締めだろうと、俺は泳いで駆けつけるぜ、世界の女性たちよ、このリストバンドを見て